家族も職場も失ってしまったから、私はこれから先どうすればいいかわからないのよ。そんなこと言わないで。人生まだまだこれからよ。そうだ、私と一緒に京都観光をしようよ。え、一緒に？あなたは一人旅をしたことがありますか？大勢で行く旅行とは違い、自由気ままに予定が組める一人旅は、旅行好きな人なら誰もが一度体験してみたいと思うのではないでしょうか。自分のペースで旅先を思う存分満喫することができますし、もしかすると思いもよらない出会いも待ち受けているかもしれません。今回はそんな一人旅を体験したとあるアメリカ人女性のエピソードをご紹介します。人生に疲れてしまった彼女は、日本への一人旅で素敵な体験をしたんだとか、一体彼女に何があったのでしょうか。終わったと思っていた人生が救われた。日本人との出会いで人生が変わったアメリカ人女性。私の名前はシェイミー、アメリカ人よ。私は今友人と起業して新しいことにチャレンジしようとしているところなの。毎日忙しいけど、とても充実した時間を過ごしているわ。でも私は少し前まで人生終わったなんて思っていたの。何もかもが嫌になっていた時に、気まぐれで訪れた日本旅行で私の人生は変わったわ。今日はそんな私のこれまでについて話すわね。私には成績優秀な姉と、体が弱くて病弱な弟がいるの。姉はいつも褒められていて、両親の自慢だったし、弟は家族からいつも心配されて大事に育てられていた。三兄弟の真ん中っていう、ただでさえ影が薄くなりそうなポジションなのに、そんな二人の間に生まれてしまったものだから、私は誰からも注目されずに育ったわ。もちろん私だって両親から愛されたくて、勉強や運動を必死に頑張った。でも、どんなに頑張っても私は姉より優秀になれなかったし、弟よりも気を使ってもらえることはなかったの。ある日、私がテストで満点を取って帰ったことがあったわ。私は両親に褒めてもらえると思って、ウキウキした気持ちで帰宅したの。ママ、今回のテスト満点だったわ。私がそう言うと、ママは私の方をちらっと見ただけで、そう、すごいじゃない、よかったわね、とそっけなく言った。でも、それから数分後に帰ってきた弟が、ママ、テストをこの前よりも点数が上がっていたよ、と言って帰ってきたの。するとママは、すごいじゃない、あんなに学校をお休みしていたのによくやったわね、今晩はお祝いしましょう、なんて言っていたのよ。私の満点はちっとも褒めてくれなかったのに、弟のことは褒めるのね。私は悲しくて胸の奥がズキンと痛んだわ。こうなったら両親が褒めてくれるまでトップを取り続けてやる。私はそう決意し、それまで以上に努力を重ねたわ。私の成績はみるみるアップして、おかげでアメリカの中で最難関と言われる大学に進学できたわ。でもそれも姉が同じ大学に入学していたから褒めてもらうことができなかったの。次に私が頑張ったのは仕事。誰もが知っている一流企業に就職し、営業でトップの成績を目指したわ。休みも関係なく仕事を続けた私は、どんどん出世をすることができた。みんながシェイミーはすごいと言ってくれて気分が良かったわ。でも休日返上で仕事を続けてきたある日、急に朝起きることができなくなってしまったの。体が思うように動かなくなって不安になった私は病院へ行ったわ。すると原因は精神的なものだということが判明したの。ずっと上を目指して走り続けてきて無理がたたったのね。仕事は休んだ方がいい。担当医はそう言ったわ。会社と相談してみます。私はそう言って帰宅したけど、心は不安でいっぱいだった。今の私から仕事を取ったら何も残らないって思っていたからね。帰宅して両親にそう話すと、二人はあまり関心がなさそうに、精神的な病気ってただの甘えでしょ？あなたはそんなんじゃここから先生きていけないわよ、と言い放った。こんなリアクションはもう慣れていたつもりだったけど、私はとても悲しかった。こんな両親を見返してやらなくちゃって思ったけど、翌日も私の体は思うように動かなかったの。起きられないし、なんだか気持ち悪くて、とても出社できるような状態じゃなかったわ。だから、私は意を決して上司に電話してみたの。私体調が優れなくて、主治医からしばらく仕事を休むように言われたので、長期休暇が欲しいのですが、
私がそう言うと、あら、そうなの。それは大変ね。お大事に。あなたの仕事はこっちで何とかしておくから気にしないでね。そう言ってあっさり電話は切られたわ。あんなに頑張ってきたのに、こんなにあっさり。私の目から大粒の涙が溢れてきたわ。上司は全く心配していない様子だったし、私がいなくても職場は問題ないみたいだった。私一人いなくたって会社は問題ないのね。家族からも職場からも見放されたような気分になって、私の人生は終わったも同然だと思ったわ。その日から私はしばらく病院と家の往復をするだけの日々を過ごしたの。薬やカウンセリングのおかげでいくらか体は楽になってきたけど、あの職場に戻りたいとはもう思わなかったわ。これから私どうすればいいのかしら。そう思いながら病院の待合室で待っていると、テレビで旅番組がやっていたの。画面に映っているのは見たことのない景色。でもなんだか心が落ち着くような懐かしい感じのする景色だった。さて、今日は日本へやってきたよ。テレビタレントがそう言ったのを聞いて、この景色が日本なんだということを知ったわ。そしてふと思ったの。日本に行ってみようかなってね。担当医にそう言うと、気分転換に旅行はいいと思いますよって背中を押してくれたわ。こうして私は貯金をはたいて日本へ一人旅行に行くことにしたのよ。もう失うものなんて何もないから、思い切ってお金を使ってしまおうって思ったの。そして私はたった一人で日本へ旅立ったわ。私が最初に訪れたのは京都の伏見稲荷大社。テレビで見たところよ。真っ赤な鳥居がすごくたくさんあって本当に綺麗だった。テレビで見た景色が目の前に広がっていて私は大感動。日本に行く前に調べてみたんだけど、伏見稲荷大社は奈良時代からこの場所にあって、なんと1300年以上の歴史があるそうよ。そんなに昔からあるとは思えないほど綺麗に保存されていて、日本の素晴らしさを感じたわ。その次に訪れたのは金閣寺。境内を歩いていると金閣が現れた。金閣寺ってすごいところよ。その名の通り本当に金色なの。うわぁ、なんて綺麗なの。私は思わずそうつぶやいたわ。荘厳な光景に自然と涙も溢れてきたの。でもこんなところで一人で泣いていたら完全に不審者よね。だから私はどうにか涙をごまかそうと周りを見渡してみたの。すると私と同じようにたった一人で金閣寺を見つめている女性を見かけたの。私は彼女に話しかけてみたわ。あなた一人でここへ来たのってね。普段ならそんなことしないけど、初めての一人旅が私の気分を開放的にさせていたのかもしれないわね。でも話しかけてから気づいたけど、ここは日本だったわ。何も考えずに英語で話しかけてしまったけど、通じたかしら。少し不安になっていると、その女性はニコッと微笑んで英語で返事をしてくれたわ。ええ、一人で来たのよ。家が近所で金閣寺が大好きだからよく来るのよ。そうなのね。私は初めて来たけど、金閣寺って本当に素敵ね。そうでしょ？日本の誇りだわ。彼女の名前は愛理。京都で英会話教室を開いているんですって。道理で英語がうまいはずだわ。金閣寺の美しさが私たちを結びつけてくれたのね。その場でしばらく話していると、シェイミー、この後まだ時間ある？もしよかったら近くにおすすめのカフェがあるからそこでお茶でもしましょう。愛理がそう言ってくれたの。もちろん私はすぐに OK したわ。愛理おすすめのカフェは古民家を改装した素敵なところだった。初めて来たけどなんだか落ち着く感じがしたわ。ところでシェイミーはどうして日本に来たの？彼女からの問いに私はドキッとしたわ。特に理由はないわ。ちょっと来てみたかったの。なんてごまかそうかと思ったけど、愛理になら話してみてもいいかなって気がして、私はこれまでのことを全部話してみることにしたの。時々明るく振る舞いながらも、私は自分のこれまでの人生を愛理に話したわ。もしかしたらずっと誰かに聞いてもらいたいって思っていたのかもしれない。話し始めると止まらなくて、一人でずっと話してしまったわ。愛理を困らせてしまったかもって思ったけど、彼女は最後までとても真剣に話を聞いてくれたの。そして彼女は言ったわ。シェイミーと私はなんだか似ているわねって。え？驚いて訳を聞いてみると、愛理もこれまでの人生で
大変な思いをたくさんしてきたみたいなの。アイリのお姉さんは成績優秀で、ご両親の自慢の娘だったみたい。だけど、アイリが高校生の頃にお姉さんが病気で亡くなってしまい、ご両親の期待はすべてアイリに注がれるようになったんですって。両親の期待に応えなければと、アイリは必死で頑張ってきたみたい。だけど、なかなか思うようにはいかず、お姉さんのようにはいかなかったアイリ。お姉ちゃんは何でもできたけど、アイリは本当にダメね。ある日、母親にそう言われたアイリは、ついに心が壊れてしまって、私と同じような病気に苦しむことになったみたい。でもね、アイリは一呼吸置いていったの。親は基本的に我が子を大切に思っているはずなの。私が自分の家族のことで悩んでいる時に、とあるお寺の住職さんがそう言っていたわ。だから私は両親としっかり向き合ってみることにしたのよ。今まで私がどんな思いで過ごしていたか思い切って伝えてみたの。彼女の言葉に私は驚いたわ。私だったら怖くてそんなことはできないって思ったから。思い切ったわね。どうだった？すると母は母で私との関係に悩んでいたことが分かったわ。私のことを傷つけようとしているわけじゃなかったの。いろいろとお互いにすれ違っていたみたい。それが分かってからは以前よりもずっと関係が良くなったのよ。だからシェイミーのご両親もきっと話せば分かってくれると思うの。一度しっかりシェイミーの思いを伝えてみたらどう？私の頭の中に両親の顔が浮かんだわ。私もアイリみたいに両親に思いを伝えられるかしら。私はしばらく考え込んでしまったわ。私にそんなことができるかしら。少し怖いわ。もう私の人生は終わったも同然と思っていたから、両親との関係を修復しようなんて最近では思ってもみなかったの。私がそう言うと、アイリが私の手を握って言ったわ。そんなこと言わないの。人生終わったなんて思っちゃダメよ。シェイミーの人生はまだまだこれからじゃない。あんまり暗い顔しないで。私はまた泣いてしまいそうになったわ。そんな私を見て、アイリは突然ポンと手をたたいたの。そうだ、私と一緒に京都観光をしない？シェイミーに見てほしい景色がまだまだたくさんあるのよ。突然の提案に私は驚いたわ。え、京都観光？驚く私をよそに彼女は続けた。そうよ、せっかく出会えたんだもの。まだまだシェイミーのことをよく知りたいの。それに京都は私の心を癒してくれた大切な場所だから、シェイミーにももっと知ってもらいたいの。こうしてその日から数日間、私たちは一緒に京都を観光したわ。清水寺や嵐山、銀閣寺や京都水族館に行ったの。どこも本当に素晴らしいところで、私の心がどんどん癒されていくのが分かったわ。アイリとのおしゃべりもとても楽しくて、あっという間に帰る日になってしまったの。じゃあ今度は私がアメリカに遊びに行くわね。また連絡する。アイリは空港まで見送りに来てくれたの。こうして私は帰国したわ。帰国後、私はアイリに言われた通り、両親と向き合うことにしたの。パパ、ママ、話があるんだけど。私はこれまで自分がどう思って過ごしてきたか、私が両親にどうして欲しかったのか、思い切って伝えてみたわ。すると、両親は、シェイミーがそんな風に思っていたなんて、本当にごめんなさいと泣き出したの。私のことで両親が涙するなんて驚いたわ。私に全く関心がないだろうと思っていたのに、そんなことはなかったみたい。いつもシェイミーが頑張っていたのは知っていたわ。でも、あなたはいつも冷静なタイプだから、まさか寂しいと思っていたなんて、本当に申し訳なかった。ごめんなさい。そういう両親を見て、私も泣いてしまったわ。私も全く気持ちを伝えていなかったのに、勝手に寂しいと思っていてごめん。これからは、思ったことはちゃんと伝えるわ。こうして私は両親と和解することができたの。これもすべてアイリのおかげだわ。それから3ヶ月後、なんとアイリは本当にアメリカにやってきたの。しかも観光じゃなくて移住なんですって。アイリからその連絡をもらった時は驚いたわ。私、シェイミーと出会っていろいろ考えたの。やりたいと思ったことは思っているだけじゃなくて、ちゃんと行動に移さなくちゃって。だから私、昔からの夢だった海外生活をしてみようと思ってね。アイリらしい行動力に驚いたけど、驚きなのはそれだけじゃないの。実は彼女、アメリカで起業するんですって。
もちろん私は彼女の手伝いをすることにしたわ。彼女はこんな私を変えてくれた人生の恩人だからね。愛理と一緒なら、ここから先どんなことがあっても前向きに頑張ることができるわ。シェイミーさんは日本での素敵な出会いによってご両親との関係が修復できたようです。2人がアメリカでどんな会社を作っていくのか、これからが楽しみですね。今回の彼女の投稿には海外からもたくさんの声が寄せられていましたので、一部ご紹介していきます。伏見稲荷大社は信じられないくらい素敵な場所よ。あの景色は一度見たら忘れられないわね。金閣寺って本当に金色なんだよ。すごいね。日本は最先端の景色と昔ながらの景色の融合が素晴らしいよ。日本人の前向きさに助けられたね。一人旅はこういう素敵な出会いがあるから僕も好きなんだ。海外での一人旅はとても勇気がいるものです。しかし、一人旅だからこその出会いはたくさんあります。あなたも一人旅にチャレンジしてみてはいかがですか？また、もしも日本に一人旅にやってきた外国人が声をかけてきたら、あなたも愛理さんのようにその出会いを大切にしてみてください。その先にはきっと素敵なことが待っているでしょう。